深い松林を歩いていたら、突然しゃがみ込んだお前が、落ち葉を二つ拾って遊ぼうと言った。僕はまずは崩しをしてあげた。部下がこうもあがったらたまらないわと、ようこひどいのお前が言う。松茸もうんと高いし、数の子なんて上がりすぎて天井にな